トヨタのファンクショナルデザインの古川です。今日はですね、私が四十の手習いで始めたウェイトリフティング、なぜウェイトリフティングを選んだのかっていう、ちょっとその辺のお話から始めたいなと思います。なんでいきなりウェイトリフティング始めたって言ったら、実は治療の一環なんですね。私はもともと背骨をだいぶ痛めてまして、頸椎、腰椎、もともとヘルニアをしてこの業界入ってきて、でやはり30代でもまあそこそこおじいちゃんの背骨だねって言われるぐらいの状況になっていたんですね。首がこう回らないなんていうのがデフォルトだったんです。治療するとね、一時こうくるっと回るんだけれども長持ちしない。それはある意味当たり前なことなのかななんて受け入れてる部分もあったんですけれども、よくよく考えたらおかしな話、一時は動くんであれば動かないものではないんです。取り戻せない機能ではない。ただそれが定着しないっていうのは何がしかの能力の欠如だというふうに考えたわけですね。じゃあ何が足りないって言ったら、上手にコントロールするための神経回路、運動プログラムですよね。それが定着してないっていうことも考えます。もう一つあれですね、そもそもそれが定着するだけの筋力がない、持久力もないってことを考える。その要素っていうのを手に入れるにはやはり運動しかないですよね。治療としての運動をする必要があると考えたんです。でそれに対して、最大効率の、効果っていうものを得られるものは何だろうって考えた時にウェイトリフティングを選んだんです。そもそもですね、生物、生き物っていうのは効率的に生きていくために、獲得した創生っていう、走る、さがって書くんですけれども、本能行動っていうのが備わっているんですね。例えば川魚なんかはですね、川上を向いて泳ぐんですよね。普段こうじっとこうブーって流れに対して逆らって泳ぐんです。でそれは何でかって言ったら、弱った虫さんだったりですね、小動物なんかがポッと川面に落ちてきた時に川上から流れてくるんですよね。だから川上を向いていた方が、餌をこう獲得する確率が上がるじゃないですか、ね、下向いて一生懸命探すよりも上向いて待ってた方がいいです。でテントウムシなんかもこう止まった枝の上にスーッと歩いてるでしょ。でそれは何でだって言ったら、餌になるのがアブラムシ。アブラムシっていうのは草花の上の方に群れてるんですよね。だからそういう、性質を持ってた方がご飯にありつきやすいんです。じゃあ人間の持っているその創生って何だろうって考えた時に、私はアンチグラビティだと思ったんですね。高重力ってやつです。高重力というものが、人の生存戦略としてですね、選ばれた本能行動であるならば、その体もですね、その高重力に、乗っ取ったですね、デザインを持っているはずなんですね。だからその機能が崩れた時、要は正しく機能しなくなった時っていうのが、古傷だったり、まさに壊れている状況だったりなんですけれども、体を最大限機能させるということが、実は機能をこう崩してしまった状態から、立ち戻るための、治療そのものになるんです。そう考えた時にですね、しゃがんだり立ったりですね、それから下にあるものを引き上げてみたり、物を押しのけてみたりってね、そういう人の持ってる基本動作ですよ。この基本動作を、高度に磨き上げていく運動であるですね、パワーリフティングですとかウェイトリフティングっていうのは、これは薬になるなって考えたんですね。それらっていうのは非常に効率の高いですね、運動療法足りえると、そう睨んだんですよ。そう考えてですね、ウェイトトレーニングに取り組んで、ものの数ヶ月ですね、自分自身を頻繁に治療することがなくなりましたね。今も本当に何ていうのかな、トレーニングでちょっとお釣りをもらって怪我することはしょっちゅうあるんですけれども、今までみたいな古傷に振り回されるような、人生ではなくなっているんですよね。これは本当に大きな拾い物だったなと思います。ずっと半病人のまま行くのかなと思ってましたからね、そうではないということですね。で多少屋台骨っていうものが形を変え始めていてもですね、
上手に、本能に根ざした運動に適応していけば、まだまだ機能を取り戻すってことは、不可能ではないということなんですよね。私自身がですね、6年かけて、得た知識といいますか、経験というものをアウトプットしていくっていう作業も今後していきたいなとは思うんですけれども、その気づきを与えてくださった人たちっていうのは、やはり治療家ではなくてですね、アスリートたちなんですよね。そういう方々の教えっていうものは非常にですね、大きな学びになったんですね。でですね、そういう学びを与えていただいたその先生たちですね、僕にとっての先生たちですね、のお話をですね、皆さんにもお届けしたいなと思いまして、まあ、シリーズになるかどうか分かりませんけれども、今後ですね、そしてバーベルスポーツのトップ選手たちのお話というものも、紹介していきたいなと考えています、ね。まあ、ひとまずこんなご報告を、先に挙げておきたいと思います。じきにですね、編集が完成すると思うんですけれども、まずはチームエクストリームパワー、パワーリフティングのジムのですね、ヘッドコーチ、武田雄介さんという、非常にそうですね、強い、そして、哲学がしっかりしている、そういう指導者がいるんですよ。その方のお話をですね、伺って、皆さんにお届けしたいなと考えております。近日中に公開しようと思いますので、どうぞ、楽しみに待っていてください。では失礼します。どうやったら薬になるんだって言ったら、正しいフォームというものが絶対的な鍵になる。これがもうめちゃくちゃ大事なんですね。だからぜひ基礎を学びに来てほしいです。